マリウス・ジョルジェ・ツクレアンは、ルーマニア・アラド出身のサッカー選手。ルーマニア代表。ポジションはフォワード。FC ・ウター・アラドで、サッカー選手となった。2010年に、リーガ1の FC ・ディナモ・ブカレストに移籍したが、同年内は、ウター・アラドに期限付き移籍の形で残留した。2012年、FC ・ディナモ・ブカレスト時代2011年4月1日に、ディナモ・ブカレストで、初出場。 2010から11シーズンは4月から出場したにも、かかわらず13試合4得点と活躍を見せた。翌シーズンは30試合4得点で、UEFA ヨーロッパリーグでも初出場を記録した。2012年7月14日のスーペルクパ、ロムニエでは2得点、PK 戦の末勝利を収めた。彼はこの試合で、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。 15日後のリーガ1開幕節では4得点1、アシストと大活躍を見せた。2013年1月31日、4年半契約で、ジュピラープロリーグのスタンダールリエージュに完全移籍。しかしリーグ戦11試合で無得点に終わったため、2013から14、シーズンはディナモブカレストに期限付き移籍に出された。2014年7月、 フットボールリーグチャンピオンシップのチャールトンアスレティック FC に3年契約で完全一席。8月19日に席後初得点を記録。10月21日の試合でも1得点1アシストを記録した。2015年1月28日に FC ステアウアブカレストに買取オプション付きで期限付き移籍。2014から15シーズンはリーグクパロムニエー。 クパリギーの三冠を達成した。9月にチャールトンアスレティックに復帰したが、翌年1月に ASA トゥルグ・ムレジュに期限付き遺跡に出された。2016年7月1日に契約解除。2016年夏に CS パンドリートゥルグ・ジューに加入した。2017年3月22日に FC ビトレル・コンスタンツァニー遺跡。2018年1月8日に CFR クルジュに移籍移籍金は明らかになっていない。2017から18シーズンはアルレムグのエレと共に得点王に輝いた。この活躍から11月末にはルーマニア年間最優秀サッカー選手賞にノミネートされ12月21日にこれを受賞した。2019年には心臓病のため一時クラブを離れた。 年代別代表としては U-17 代表から選出された。2017年10月8日に行われた 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ E のデンマーク代表戦で代表初出場。2018年3月24日に行われたイスラエル代表との親善試合でアレクサンドル・ミトリツァのアシストを決めて代表初得点。実家は資産家であり、 8000万ユーロから1億ユーロほどの総資産を有しているのではないかと報じられている。父のマリウス・トゥクデアンも元サッカー選手であったが、ウォルフ・パー・アーキンソン・ホワイト症候群と診断され27歳で引退した。ありがとうございます。